ではではやっていきましょう。いつもありがとうございます。オソボンバー徳島のバンブリンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、ブロリー&チラヤンドレモの極限セットバトル攻略解説でございますんでね、ぜひ参考にしてみてください。というところでいきましょうか、レベル10で私の考えた編成、これね、そう、劇場版ヒーロー 200% 祭り限定のスーパーサイヤ人ゴジータなしでの編成で、ございますんで、ぜひ、祭り限定のスーパーサイヤ人ゴジータ持ってないっていう方向けの、攻略解説なんで、参考になるかどうかは分かりませんけどもね、ぜひね、参考になったよって方はですね、ぜひチャンネル登録とか、コメントとか、高評価とか、してくれると幸いでございますというところで、で、フレンドさん2時ね、で、伝説の力リンクをかましていきたい。で、超力、国力、で、劇場版ヒーローの、です。で、ここでキーパーソンがもうオレンジピッコロな。オレンジピッコロやばないって話ですよ。そういうことです。とか、これ、初めて使うような気がする。このスーパーヒーローの5点トランクス。強いんかどうかも知らん。オレコロ安定よね。オレコロ安定すぎて。もうほんま涙出てくるわ。やっぱ劇場版ヒーロー代表、オレンジピッコロちゃうで。もしかしたらワンチャン、キャンペーンの後半、出てくるんじゃん。新キャラとして、オレンジピッコロ、ないか。まあ、来るとしたら、ビーストご飯やな。ビーストご飯。ビーストご飯来るんちゃうか。新キャラビーストご飯。で、祭り限定のセルマックス、もう見えたな。だから皆さんね、龍石温存ですよ。前回の動画、見せ話した初心者さんね、ぜひ龍石温存でやっていきましょうよ。キャンペーンは9周年はまだ始まったばっかり、だから龍石は置いといてください。使わないでください。次の新しい新ガシャで、ぜひぶっ放してください。で、神に行きましょう。で、末永く10周年までね、特艦バトル楽しんでいきましょうね。よろしくお願いしますよ、皆さん。あれ、こんなんだったっけ？あれ、俺、どっかで使ったっけ、これ。あんま使ってないな、これ。あ、結構防げてるじゃん。ええやん、ええやん。ほんでね、この5周年ゴジータ、先手めっちゃ弱いんよ。だからね、どうしよう。技あるから、こういこうかな、せっかくやし。何がせっかくか知らんけどね。知らんけどね。980、一緒、こっちもええやん。じゃあ、こっち、間違えたけど、まあいいか。いけい、このターンで落とすやろう。落とすやるっしょ。どうしても先手弱いな。まあ、7周年、もうみんな出てるかと思うよ。知らんけど。打者で出まくってるかと思う。なんか、復刻キャラクターって、ほら、出やすいやん。このドッカンバトル新キャラなかなか出えへんのにな。昔のキャラボロボロ出てくるんよ。不思議やな。テーブルあるんちゃうんかっていうところで、いかがだったでしょうか。今日はね、ブロリー&チラ&レモの極限 Z バトル、攻略解説でございましたが、参考になりましたか。祭り限定の劇場版ヒーローのースーパーサイヤ人ゴジータフレンドで、借りたら余裕で勝てることできますんでね、ぜひね、参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。